どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの推しに火をつけちゃうぞ。やってきました。はい、というわけで今回ですね、岩手県、釜石市にあります信頼軒さんにやってまいりました。辛いホルモン入りラーメンが楽しめるところで今回やっていくんですけれども、まあ看板を見ていただく通り、元祖激辛ホルモンということでね、辛い激辛なホルモンを使ったラーメン、はい、まあその通りです。うま辛な、一品になるかなと思います。はい、楽しみですね。ホルモンですから、ちょホルモン、激辛ホルモンラーメンは初めてなんでね、辛いホルモンラーメンちょっと非常に楽しみでございます。それでは行った人の感想を見ていきましょう。今日は釜石市に出張ってことで、お昼は信頼軒でホルモン入りラーメン半ライスを注文。味噌の味わい深い濃厚なピリ辛スープに極細い麺がよく絡み、ホルモンは弾力あり、歯ごたえ十分で噛むのに疲れた。辛いの好きにはたまらんす。今日も美味しくいただいてきましたと。釜石市民に愛される、そんな、グルメフードかなと思います。はい、非常にちょっと楽しみですね。それでは早速行きましょう。レッツゴー。はい、それでは早速中入っていきましょう。こちらメニュー表ありますね。大きく分けてラーメン、ご飯もの、うどん、その他ということで、ね、いろいろありますけれども、ありました。こちらホルモン入りラーメン、こちらは人気メニューとなっております。で、一応ね、ホルモンうどんとかホルモン入りうどんとか、あとはね、野菜ホルモンとか、これ、ね、お酒のおつまみにもぴったしなホルモンですので、ね、これ様々な楽しみ方がありますね。ちょっと今回はホルモン入りラーメン、ホルモン入りラーメン、わあ、うまそうだなこれ。いただきます。さあ、信頼軒さんのホルモン入りラーメン、お手並み拝見して、こんにちは。さあ、楽しみですね。非常に香ばしい香りがあって漂っています。さあ、まずスープからいきましょう。いただきます。心地いいな。うわ、もうね、ホルモンの風味がぶわっと口の中に広がります。おいしいな。じゃあちょっとこのホルモンいきましょう。うん、わ、歯ごたえ、ホルモン歯ごたえがあっておいしいですね。うん、ピリ辛ですね。ちょっとピリッと。スープ自体はこれ別に辛くないと思うんですけど、ホルモン自体に辛みがついてるそうで。うん、うまいね。さあ、そして麺いきましょう。これは中華麺の縮れ麺ですね。最高だな。うまいなこれ。味噌の味がついてて美味しいですね。これね、入ってる具材が至ってシンプルなんですよ。これネギとホルモン、このホルモン一発でだいぶもうこのラーメン一つでこう仕上がっちゃうぐらい、それぐらいのこの存在感なんだね。これ美味しいわ。好きだな。美味しいですねこれ。止まらん止まらん。
ホルモン好きにはたまんないですね。最後ね、このホルモンの旨味と辛味の詰まったこのスープを飲み干して、この天気からバトルの蹴りをつけたいと思います。まあ、辛かったですね。はい、このバトルに蹴りをつけたいと思います。いきます。それでは辛さレベルの発表していきましょう。信頼軒さんのホルモン入りラーメン辛さレベル、じゃららじゃん、辛さレベル 3.5 です。はい、本当にね、まさにうま辛ホルモンラーメンでした。はい、まあ、ホルモン自体にね、辛みがついてるんで、少々ね、こうピリッとした刺激が、心地よい刺激がありました。で、味噌ベースの中、味噌風味の味ですね。ホルモンの噛み応えがね、非常に風味が口の中に広がって美味しかったです。旨辛好きな方とかにおすすめかなと思います。本当に安心して食べられるような旨辛メニューなんで、これね、美味しかったですね。ホルモン入りラーメン初めて食べましたけども、もう食べ終わってね、もう汗が止まらん止まらん止まらんということで、具材はね、非常にシンプルです。ホルモンとネギ、あとそれぐらいしかちょっと見当たらなかったんですけども、具材はシンプルだけども、この口の中にこの衝撃、インパクトはね、ホルモンだけで十分かなと思いました。美味しかったです。で、これね、お酒のおつまみとしてでも、いけるんでね、ぜひ、お酒好き、ホルモン好き、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。あとですね、一応ね、まあ、このお話しとくと、ここね、釜石市にあるんですけども、まあ、記憶に新しいですね、東日本大震災のあった時にですね、もともとここの店舗ではなくて違うところでやられてたんですけれども、まあ、震災があってこちらに引っ越して、新たにやられてるということでね、まあ、僕もね、こう何かしらの形でこういった動画で、取り上げてね、させていただいてないかなと、お力になればいいかなと思います。まあ、そういった背景から、まあ、ありますと。一応ね、信頼軒に関しては、この釜石市以外にも、盛岡店、こちらのね、親戚の方がやられてるお店もあります。で、一応ね、話を聞いたところ、まあ、辛さ的に言うと、こっちの方がちょっと辛いよっていう、まあ、感じですけど、まあ、母体は変わらないでね、味も、みたいな感じで、美味しく食べるんじゃないかなと思います。はい。ということで、まあ、その辺も要チェックですね。ということで、本日も最後までご視聴いただき、ありがとうございます。この動画が良ければ、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あと、激辛ブログ、ツイッター等々更新しますので、ぜひフォローの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。